ご来場ありがとうございます。早速噛んだ。2階席の皆さん元気ですか？なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。1階席の皆さん元気ですか？あ、そう、後出しって強いね。申し遅れました、私今回司会の萩道彦と申します。本日はよろしくお願いします。サンキューサンキューサンキュー。そしてこちらはバンドメンバーの皆さんです。拍手。本日はよろしくお願いします。さて、先ほどは聖戦の系譜より終章最後の聖戦をお聴きいただきました。次の曲に続く前に、本日は使い捨てサイリウムを会場入り口で配布させていただきました。こちら軽く折り曲げると光るものでして、寿命は10分くらいとなっていますので、ぜひ私が後ほど合図したタイミングで使っていただくこともお勧めします。あくまでもお勧めです。そしてペンライトをお持ちいただいた皆さん、あーすごいいっぱいいるね。ありがとうございます。お好きな色でどんどん振ってくださいね。どんどんって言ってますけど、お隣とか後ろの方々のご迷惑にならないようにだけご配慮いただければと思います。では大変お待たせいたしました。これからどんどんいきますよ。封印の剣、劣化の剣、聖魔の功績より3曲続けてお聴きください。
はい、ゲームボーイアドバンスの思い出がよみがえるような作曲でしたね。続いて2017年発売のエコーズ、もう一人の英雄をより。主人公アルムとセリカ、それぞれの戦闘マップで流れる曲をお送りします。それではお願いします。
私はルキナ。この力で運命を変えてみせます。Thank you.
小林優さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの前で歌ってみていかがでしたでしょうか。感想一言お願いいたします。はい、本当にこの楽曲は、はい、本当に今日いらしていただいているお客様の皆様はもちろんのこと、本当に私もそしてスタッフ様も皆さん本当に大切にされていらっしゃる曲にこの歌詞がついて、で歌を歌わせていただくという、本当にもう身がもう本当なんて言うんでしょう、身に身が引き締まるというか、伝わっております、伝わっております。すいません、緊張しちゃって、なんていうか、そういう本当にヒュッてなるような気持ちで、はい、ルキナさんにやっぱりお話をいただいたので、ルキナさんお話じゃなくて、ルキナさんにご縁をいただいたんですよ。お話をいただいたのはスタッフの皆様です。はい、なのでちょっとそれはちょっと違うんですけど、ルキナさんにいただいたご縁ですので、はい、本当にありがたく、はい、精一杯歌わせていただきたいと思いまして、はい、はい、そういう風に歌わせていただきました。しっかり歌にこもってたと思います。本当に、はい、すごくもう温かいお客様で本当にありがとうございます。ですね、はい、本当に、ルキナ役の小林優さんで、はい、愛いをお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、まあもう感じてると思いますけども、素晴らしく凛とした美しい歌声でございましたね。あったかいね、みんな。今お聴きいただいた愛いは、今回のエキスポ用に特別に歌詞を書き下ろしました。先ほどおっしゃってましたね、はい、発売中の CD ファイアーエンブレムプレミアムアレンジアルバムには、同じく歌詞を書き下ろした遠征炎も収録していますので、気になった方はぜひ聴いてみてくださいね。続いてシリーズ第1作目、暗黒竜と光の剣から、ストーリーに各マップの始まり、次にさまざまなタイトルから戦闘メドレー、仲間入りメドレーです。それではどうぞ。
なんだ、今日はやけに人が大勢いるな。はい、ここは商業の町、行商人が集まる時期であれば人の数も増えるとは思いますが、それにしても多いですね。ねえ二人とも、あそこで楽団が演奏しているわ。なるほど、祭りか。そのようですね。アイク、少し見ていかない？補給に立ち寄っただけだろ。みんなも俺たちの帰りを待っているわけだし。ああ、そう言うと思ったわ。息抜きくらいしても罰は当たらないと思うけど。アイク、僕もティアマトの意見に賛成です。セネリオ？意外だな。むしろ俺よりもお前の方が騒がしいのは敬遠しそうだが。確かに。それはそうですが、デインとの戦争が終結し、クリミアの人々がこうやって祭りを行えるくらいには平穏を取り戻したこと、それを見て回るのは決して無駄ではないと思ったんです。なるほど。よし、少し散策してみるか。ええ。占いは終了です。あなたの行く道に女神のご加護がありますように。どうしたの、サザ。今占ってた人が気になるの？少し。普通の町人を装ってたけど、さっきの男、あれは元兵士だ。腕周りの傷は刃を受けた後だし、手のひらには剣だこがあった。言われてみれば。でも逆を言えば、元は兵士だった人がこうして町で開かれるお祭りに参加できているのだから、それはそれで喜ばしいことなんじゃない？デインでも同じような光景が見られたらの話だろ。ここはクリミア、戦争が終わり敗戦国になったデインではこんな活気づいた町の状況はありえない。うん、でも今は忘れましょう。そうさっき立つと怪しまれる危険もあるわ。今の私たちはデインの人間じゃなくてあくまで旅の道中、お祭りを楽しみながら占いの商売をしている兄弟よね。ああ。もしかして私が姉ってところが嫌だった？でもサザが兄だって言うなら、もう少し背が伸びてくれた方が。どっちだっていいから。それよりも俺、少し様子を見てくるよ。祭りにクリミア兵が警備に来てたりしないか確認しておきたい。分かったわ。酔っ払いとかも多いから気をつけろよ。あと顔は見られないようにフードをかぶっておいた方がいい。はいはい、分かりました。どうしたんだ？噂の占い師はいないかと思って。占い師？ええ、最近クリミア内を旅している高名な占い師がいるってワユから聞いたの。未来の出来事を言い当てるって評判らしくて、お祭りだから来ているかと思ったんだけどね。未来？あれじゃないか、あそこにフードをかぶって座ってる女がいる。そうみたいね。行ってみましょう。俺は別に構わんが、セネリオはどうする？二人が占ってもらう分には構いません。ただ僕はやめておきます。ええ、それで構わないわ。いらっしゃいませ。あなたの未来を占います。お願いするわ。お一人につきお代は2500ゴールドいただきます。2500ゴールド！今日の予算が吹っ飛ぶぞ。冗談です。お客様の緊張をほぐすために最初にこういうようにしてるんです。笑えん。10ゴールドで大丈夫ですよ。ああ、じゃあまず私から。何を占えばいいですか？うちの傭兵団、あ、いや、逼迫した家計の改善方法についてお願いするわ。おいおい、よりによってそれか。何言っているの。私が今一番頭を悩ませていることなのよ。大ぐらいばかりだし、武器を、いや、道具を壊す男ばかりだし。
なかなか大変なご家族なんですね。では手のひらを見せてください。あなたたち、これから保存食を買うつもりですか？え？それは買わない方がいいです。なぜなら今年は豊作で、これから作物がもっと安くなるから。天候に恵まれた時期が続くから、土地があるなら畑も耕しておいた方がいいですね。そうだったのね。いいことを聞いたわ。二人ともこれで食費を浮かせられるわ。そうか、そりゃよかった。どうでしょう、想像でいくらでも言えますし。次にそちらの男性占いますか？あ、そうだな、せっかくだし見てもらうか。俺は鍛えている。これからもっと強くなれるだろうか。強くなれるかですね。では占います。はい、あなたはこれから 2,3 年のうちにさらに力を増していくことになります。特に筋力がついていき、その成長した姿は見違えるようなものになるでしょう。そうなの？成長したアイク、見たいような、ちょっと見たくないような。この腕周りもさらに太く、そしてたくましく成長していくことでしょう。え、あ、お、いや、触らなくても。ちょっと、占いで腕まで触る必要はないでしょ。あら、あなた、ここに深い傷が。ああ、そういえばこの前。動かないでください、私が治します。え？癒しの手。いい加減にアイクから離れなさい。あ、素人の治療などいりません。そうです、僕を占ってください。あ、わかりました。では手のひらを。え、あなた、あなたは私と同じ。あなたは一体。ミカヤ、これは煙幕？どういうこと？今の声、どこかで。ねえ、あの子が消えたわ。誰かに連れて行かれたように見えたな。あと、俺を治そうとした時、妙な力の波動を感じた。セネリオ、どうしたんだ？あの占い師、やっぱり何かあるのか？いえ、何でもありません。町外れまで来れば安心だろう。サザ、どうして？ミカヤが数人に囲まれていた。向こうの顔は見えなかったけど、襲われてたんじゃないのか？違うわ。でも、うん、ありがとう。ミカヤ。いいの、彼らとはきっとまたどこかで会えると思うから。なんだそれ、占いか？うん、そんな気がしただけ。Thank you.
気持ちいい。もうこれを気にし、これをやりに来たと言っても過言ではないんです。もちろんもちろんもちろん。司会改め、アイク役の萩道彦です。ドラマパートいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。今回のはですね、疎遠の軌跡と暁の女神の合間にあったかもしれない物語ということで、日常会話ってやつですね。他の方たちのキャストと共演できて非常に楽しかったです。はい。ここで少し宣伝させてください。アイクたちが活躍するドラマ CD 群雄たちの譲れぬ思いが現在発売中です。同じく烈火の剣のドラマ CD も発売中ですので、合わせてチェックしてみてください。ドラマ CD をはじめとするグッズはライブ終了後も会場2階で販売しております。帰りに覗いてみてくださいね。では次の曲へ参りましょう。 If より黄昏を連れて、 If 一人思うの2曲続けて、歌唱は川村由美さんでお送りします。黄昏を連れての歌詞は今回のエキスポ用の書き下ろし。 If 一人思うは今回特別に川村さんに歌っていただきます。ビデオゲーム中とはまた異なる歌声をご堪能ください。それではどうぞ。暗き闇の国に隠されし一人の王族がいた。森の深ささえ知らず、幾年も小さな城で生きた。ある朝旅立ちの時、ただ前だけを見て、雷鳴や深淵にさえその目を輝かせた。やがてその者は神に選ばれる金色の剣手にして、やがてその者は道を選ぶだろう定めの川の狭間で、何度も惚れかけてもただ信じるのだろう。その先に何があるか、そうまだ誰も知らない。そこに大切な人がいる。剣と技を教えてくれた。そっと包んでくれた。生意気でも優しかった。甘えん坊で愛しかった。あの声あの日ずっとそばで生きていた。あがいつかは知る。その選択で幾度も苦しむことを。
キリの意志を手に、やがてそのものは道を進むだろう。見えざる空の果てまで何度も悲しんでも、ただ信じるのだろう。その場所に誰がいるか、そうまだ知らなくていい。白く映し出られない本当の母の愛心が強く凛とした心となってくれた思いと、素直になれない人々、はにかみ屋のあの笑顔と、これからここから分かり合う未来が来る。
一つスペシャルなお知らせがございます。本日はファイアーエンブレムのこれまでを曲とともに振り返ってきましたが、それに加えて
これからのファイアーエンブレム、あ、もう一回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 、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これからのファイアーエンブレムにもご期待いただきたいという思いを込め、今ここにいる皆様だけにシークレットな歌を一つご用意しています。ありがとう。7月26日に発売されるファイアーエンブレム最新作をご存知でしょうか。タイトルはファイアーエンブレム風花雪月。この風花雪月の主題歌、一部はすでにビデオゲームのプロモーションビデオ等で聞くことができるのですが、今日は特別に初めてフルバージョンで披露します。主題歌を担当しているキャロさんご本人の歌唱でお楽しみください。それではキャロさん、お願いします。
キャロさん、ありがとうございます。今回フルバージョン初披露でした。何か一言あればよろしくお願いします。はい、まずこの歴史あるファイアーエムブレムの主題歌に抜擢いただき本当に本当にありがとうございます。風花雪月をプレイされる方が、この楽曲を聴いていただくことで、まあ、より深くより楽しく世界観を楽しんでいただけたらなと思っております。実際に本日ファイアーエムブレムファンの皆様の前で歌唱することができて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ファイアーエンブレム風花雪月への期待が高まるシークレット曲、楽しんでいただけましたでしょうか。 ありがとうございます。嬉しいですね。 CD シングルもリリースされるとのことですので風花雪月とともにご期待くださいね。皆さん、いよいよラスト1曲です。それではお手元のサイリウムを軽く曲げてください。ギリセーフでしょ。光った？光りましたね。いいっすね。それでは行きましょう。曲は川村由美さんでファイアーエンブレムメインテーマヒーローズバージョンです。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。アンコールしちゃったね。まあまあ今準備をするから少々お待ちよ。軽くフリートークでもしましょうか。そんな大した話できないってね。お腹すいたね。五感使うとねお腹すくよね。あ、そう、入り口でなんかコスプレ一部なんかするとシールがもらえるみたいな。もらった？もらった人？すげえじゃん、ほぼじゃん。あ、そう、あ、気づいてました？朗読のキャスト役をイメージした衣装を着てました。さすが、ごめんなさい。まあ僕はね、マントつけてるからもうなんか、これでもかっていうぐらい。まあ帰りもらっていきますけど、もう欲の話しかしてないっていう。あ、じゃあまだまだかな。じゃあ僕が司会をどんな気持ちでやっていたかと、そういう話を、まあ、まず第一に今日カードバトルないんだなって思った。これで拍手ってね、まあでもね、6月にね、まだありますから、ね、そこで発散しようかな。まあちなみに昨日は寝れませんでした。いやね、こんなに盛り上がってくれて本当に嬉しいですね。またはい。いや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 、天空、ありがとうございます。はい、それでは最後にもう一回、今度は全員でファイアーエンブレムメインテーマヒーローズバージョンを歌いましょう。もちろん手拍子でも OK です。本当に本当に最後の曲です。じゃあ川村さん、はい、じゃあもう最後みんなも歌って盛り上がって、もう全部出し切っていって、いきましょうか。ファイアーエンブレムテーマ、we'll be right back.
それではバンドメンバーの皆さんも降りてきていただけますか。皆様、本日は本当にありがとうございました。これでお別れです。さようなら。またどこかでお会いしましょう。